一般社団法人日本防括推進協会は、防括活,活動の普及、啓蒙を行う団体である。防括活,活動を通じて、安心安全な社会を実現することを目的とし、防括市場の整備、発展を目的として活動している一般社団法人。防括活,活動の普及、啓蒙防括技術の調査、研究、開発防括技術者の育成、研修その他、 各項目の目的を達成するために必要な事業公共団体、公共機関、企業への防滑事業の必要性の啓蒙、普及活動、防滑思考技術者の研修、育成、認定業務、転倒事故による死亡者数が交通事故より多いという事実を鑑みて、防滑事業の社会的役割、地位を確立し、防滑工事を通して、 安心安全な社会づくりに貢献する日本防滑推進協会の理念に賛同した衆議院議員の石場茂氏が名誉顧問を務める。2019年11月22日に日本防滑推進協会東京事務局にて開催された全国会議に参加している。その席上、日本の国がこれから迎える超高齢化社会に向けて予測される数々の困難を 乗り切るために防滑という事業をきちんと国の政策の中に位置づけていきたい等の発言がある。参考、YouTube 動画、衆議院議員、石橋茂一般社団法人日本防滑、推進協会名誉顧問衆議により、ありがとうございます。